チャオ、こんにちは、パスタマニアです。今回はアーリオオーリオペペロンチェーロ、簡単そうだけど作ってみるとなかなか難しい、そんなあなたに必ず美味しく作れる秘密兵器を紹介しちゃいます。これで明日からおうちパスタが劇的に変わるはず。それでは最後までしっかりご視聴よろしくお願いします。全部フライパンに入れますね。たっぷり垂らします。たっぷりね。これはエクストラバージンだけど、ピュアオイルっていう精製オイルでも大丈夫です。ニンニクのが上がったらこうやってすくって、後でトッピングにします。これ唐辛子入れていきます。でこれはイタリアの乾燥唐辛子とパセリとニンニクのミックスなんだけど、特に唐辛子を中心に、一人小さじ1杯ぐらいだね。すごい辛いんで、これ入れていきます。秘密兵器は概要欄に貼っておきました。パセリをね、入れるわけですよ。でもうここで一回火止めちゃいます。だいたいこのぐらいですね。2リッターに対してだいたい3グラムぐらいなんですよ。まあこんなもんですね。でこれパスタに下味をつけるためにとても大事なことなので、まあ家ではちょっとみんな少なめだと思うので、ちょっと思い切って多めに入れましょう。パスタ入れますね。この茹で時間は標準茹で時間が12分なんですけど、これを10分または9分ぐらいで揚げます。もう 2,3 分早い感じで揚げる、これ大事なことなんですね。パスタの茹で汁をこの鍋に入れていきます。とりあえず1杯でいいけど、途中で足してもいくので。はい、ちょうど時間になりました。まだ少し硬いですね。でこれをここに移し、ぐるぐるぐるっとかき混ぜながらですね。冷めていくうちにどんどんこれスープを吸っていくので、まあ、パスタの中に味がこう染み込むと同時に乳化もできるということで。まだパスタ硬いですね、これは。でこの汁が今こんなにいっぱいあるんですよ。
これおろし毛ですよね。これイタリアではねあまりメニューに載ってないですね。なんでかっていうと酢うどんみたいなもんなんですよ。だから、うん、高級なレストランでアーリオリオペペロンチーノお願いしますって頼んだ時にみんな笑ってました。そういうメニューはないんだって。でも一般のトラットリアとか普通の店はありますけどね。まあ、うん、そういう料理です。シンプルだけどうまい、カレーうまい。ということで今日は、アーリオリオペペロンチーノをお届けしました。ではまた、チャオチャオ、チベディアもチャオ。おお、うー、これはうまいね。